コンサイチョップナンコンパイコスナイベンナイコンパイコンワースカットコスナイベンナイコンタイショップね。はいはい、行きます。コスナイベンナイコン、もうちょっと見なんだコスナイベンナイコンコンタイショップテイクヌーン。おい、タイの週にな、どうしたらお茶飲んでも飲んでもらえるかってちょっともう考えたんですけど、映画作るってどうです？映画でタイの人に日本茶のことをもっと知ってもらう、実際やろうとしたら非常に難しいから、本当誰か分かってる人がついてやらないと無理ですね。で、いろんな地方では実は長谷川博信っていいます、会長やった時にこのフィルムコミッションを立ち上げましたの作品を手掛けております。もう照明さん、カメラマン、音声さん、昔と比べて軽いから。あ、そうですか。で、役者さん、こんな感じでですか。全部揃うのはなかなか難しいですよね。ダメですね、カメラマンできないですね。使いますよ。やろうと思えば、靴があるんで、おっと、一人が発射するポーズの人で、僕一人がこれでこっちから弾を本当に出す人で、個人的な好みとしてはラブストーリーの方がいいかな。やっぱり風景ですよね。大きな富士山、そのお水がすごく大好きで、今も飲んでるんですけれども、すごく美味しいお水、あの水とそれから、まあ、空気、それからあったかい気候、この3つがなんかもうお茶にこうなんかすごくいいなって、マッチしてるなっていうか。コスナイベンナイコンタイチョップテイクヌン。静岡、バイチャーマン静岡、クーチャウキョウチャンディプロフルクチャクナブティディ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 。我々はタイの人々に良いお茶がどのように生産されているか興味を示してほしいです。静岡プレミアム茶。文句でね、文句で、あの人は土を守れば土は人を守るって肥料の袋に書いてあるんだよ。冬の間にこう一回眠ったのが初めて出てくるのが一番茶なので、やっぱりそこで蓄えられたものがしっかり出てきて味もしっかりする。失礼。コサダ弁内コンタイショップテイク3。バイシャーマン静岡クーチャンキャオチャディトップラシャージャンディ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 。我々はタイの人々に良いお茶がどのように生産されているか興味を示してほしいです。静岡プレミアム茶。静岡茶がうまいのはいくつか理由があるんだけども、まず一つは水がいいということ、もう一つは土がいいっていう、
だけどそれ以上にいいのが作っている私たちが丹精込めて作っているということです。いつも心を込めて熱心に熱意を持って作っています。それが静岡のお茶をうまくしています。